ごきげんよう、ベルです。熊本で大きな地震がありました。怪我人、死者など被害も出ています。私の安否を気にかけてくださった方もいらっしゃいますので、私は大丈夫ですということをこの動画で報告いたします。そして何よりも今後の被害、不安が最小限に食い止められることを願っております。東日本大震災の際に AC の広告で金子みすゞさんの詩が広まりましたよね。私実は小学生の時から金子みすゞさんの大ファンです。詩集も3冊持っております。本日はこの中から私が小学生の時に一番好きだった詩をご紹介いたします。蜂と神様。蜂はお花の中に、お花はお庭の中に、お庭は土塀の中に、土塀は町の中に、町は日本の中に、日本は世界の中に、世界は神様の中に。そうしてそうして神様は小さな鉢の中に。スケールがどんどん大きくなっていく中で、最後は小さな鉢の中にと、イメージの大小の膨らみが面白い作品です。私たちは町、日本、世界、いずれにも属しておりますが、規模が大きくなればなるほど、どこか他人事に思いがちですよね。しかし、世界をも超える神、人を動かす存在というものは、実は一人一人の中に宿っているということを伝えている詩だと思います。綺麗事かもしれませんが、一人一人の行動、考え方が少し変わることによって、導き出される結果も違ってくるものだと思います。また、金子みすゞさんの詩、機会があれば紹介したいと思います。それでは、ごきげんよう。